ようございます。シャフト武藤です。今日は、舞台スタッフが使う安全靴、についてご紹介したいと思います。それでは行ってみましょう。今日は、僕が使ってる、安全靴について、ご紹介したいと思います。これはタルテックスというメーカーの、安全靴になります。先日ご紹介したあのヘルメットと同様に、作業時は、ヘルメットで靴の方も、安全靴を、履いてくださいっていう言われることが増えてきました。それで購入した安全靴です。安全靴どういうものかっていうと、このつま先の方にこう鉄板が入っていて、なんか重いものがドンって乗っかってきてもその足の指が潰れないっていう風になってる靴のことになります。ただこのつま先にこの鉄板が入っているので、この安全靴っていうのは大体すごいごつくて、すごい重たいですね。ただこのタルテックスの場合は、ものすごい、軽いです。鉄板が入っているんですが、ものすごい、軽くて、とても軽量なところがすごい気に入っているっていうのと、あと値段も、めちゃくちゃ安いです。今 Amazon で調べたら、新品で2999円になってますね。僕が買った時は確か2500円とか、そんなもんだったんですけども、安全靴だとやっぱりちょっと結構いいものになるとお高くなって、1万とか、しちゃうんですが、これはものすごい軽量で、そして値段も安い。あとこのかかとがこうグッと、踏んで、使えるようになっているので、これもその舞台でこの靴を脱ぎ履きよくするので、そこら辺もすごく、気に入ってる、安全靴になります。いかがでしたでしょうか。タルテックスの安全靴、概要欄に、リンク貼ってきますので、よかったら、見てみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。